な治す方法を知らないかビタミン睡眠以上とりあえず最近松ヨで買っているビタミン錠剤を飲んでるんですけども一切肩こり頭痛がなくなりました一切でもそれを教えてあげたい,け,あげたいけれども紹介するとアムウェイだの連鎖取引販売だの さまざまな、えー、疑いの念がかけられるので控えます教えてほしい肩こり頭痛全くないしょうがねえなじゃあちょっと持ってくるよチャンネルはそのままで目かっぽじって見てろよ これさ、2021年さよくさあのちょっと頭痛くてみたいなさあの頭痛いからちょっと今日休むわみたいなことよく一切じゃないこれ飲むようになってからさ毎一切なくなって松木を限定らしいんだけどこれ確か <laughs> でもさ松清限定だけど名前がどこにでも売ってそうな名前なんだよな これユンケルマツキオ限定なのに名前がユンケルなんでユンケル 1612EX なんだけどそうそうこれ何が入ってるかっていうとねあのビタミンなんですよこれ、うん、ビタミン B1 とかビタミン B2 とかビタミン B12 とかねもうビタミン剤なんだけど辛い腰痛肩こり眼性疲労ってあって俺肩こりと頭痛がマジで2021年の悩みで。 2020年に仕事を辞めて、こう配信活動してみたいなと思って,やっ,てやったんだけど、あの通勤退勤とかがないじゃん。 配信活動するとで、えー、どうしても運動不足になってくるの。で運動不足になると足の筋力が衰えて首とか肩の筋肉が結構硬くなってくるの。で首とか肩の筋肉って頸動脈とかさ内頚動脈とかねあったりウイルス動脈瘤とか脳底動脈とかってあの前交通動脈とか後交通動脈とかね、まあ、そこら辺の血流がちょっと少しね届こ、まあ、りゃしないか何て言うんだろうなどうしてもこの肩の筋肉がこう、あのー、張ってしまってどうしても頭痛にね血流の血流障害が起きて。 そうあのー、どうしても怒りがちだったんですよね本当に悩みだったうわなんか頭痛いって頭痛いとねもう配信できないんだよねうんでそんな中で、あのー、僕が今出会ったのがユンケル <laughs> これでもマジでねほんもう結構飲んでんもんほら見てもうあと残り少ねえわ毎日2錠飲んでる今これを、うん、ちゃんと使ってる いくらかは忘れたまだ1便目ちなみに先月これ買ってそう繁盛と純にもあの写真でこれやったら調子がいいわーっつってよかったですねって繁盛君から来たわそれはよかったーってバカなこと言うななんでそれで,それで俺になんだインセンティブがいくらかそれで純一と繁盛が勝ったら20%俺に入ってくるだってバカなこと言うな それは本当の連鎖取引販売だよ。俺は松清で買ったのこれを普通に見て手に取ってあこれは良さそうだって。現在のグレードは何ですかなバカなこと言うなお前。これでもね俺がさこうやってふざけてこうって言ってるもんだから本当にやってると思ってる人はねやっぱりどうしても出てくるんだってあの大体の人は、まあ、布団ちゃん状態言ってるんだろうなって多分、あのー、咀嚼してくれると思うんだけど0.1% 1%, 1ぐらいはねやっぱりどうしてもね本当に思ってるらしくてうんそう俺やってたらしかもやってるって言うしね、うん、むしろ俺騙されてた側だったのに騙されたじゃねえかかわ,わされそうになった側なのにさそのエピソードを言うとどうしても俺は怪しいらしい